もうそういうのをジャケに扱ってた。俺たちの人だね。衝撃を受けた先輩とか。あかでもすごいですね。今2万人近くいらっしゃいますよね。1年半で1万6000で結構すごくないですか。全然もう最近全く伸びないっていう。あ、そういうのあるんですか。僕そういうのやったことない。いやもうね、 YouTube をやってる人たちが多すぎんじゃない。ああ、まあまあそうですよ。見る人たちが見ないっていうか、はい、ナスとかでもナスもすごいですよ。ナスも結構大変だよ。あの人が一番最初にやった感じがありますもんね。 そのサッカーすごい選手時代にやりましたもん。あ、なんかあんなキャラじゃなかったと思うんですけど、那須さん、僕、寮の隣だったって前の子、真面目だよね。はい、はい、そうですね。結婚すごい真面目だし、でも那須は自分の YouTube 撮るときに、はい、全部自分で広報とか連絡して、はい、動画撮って、はい、那須さんがやってるんですよ、うん、あ、でもそういうちょっと地道なところがやっぱりあるな。人任せにスタッフに、はい、やっといて、俺が行くからっていうわけじゃなくて、全部自分でちゃんとやって、まあ、スタッフもいるけど、はい、でも自分でやってるから。そういうことです。うん、でも水井さんもそうですよね。僕 LINE したの。あ、そう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 。結構本当感動しました。うん、次に誰が考えてるね。はい、もう今日の間に。じゃあ鳥取の時は、ずっと J2。その時は落ちたのか。はい、最初 JFL でした、僕入ったの。で、上がって、はい。上がる前にでも岡野さんいらっしゃった。結構 JFL 時代にボカノさん来るって J2 に上がって、はい、でまた落ちちゃって、なかなかね今そうですね。吉野一緒やったの。あ、そうです、吉野さんやってます、はい、今ね、GM そうですね、GM じゃない、はい、評価部長か北とか、北安市。あ、そうです。あれ、北さんは何で言うんですか。北さんなんだろうな。今、あれセレッソ行ったんだよ。あ、そうです、多分セレッソ時代に多分なんだろうな、アウェイで飲んだりとか。そうなんですか。いや、俺らでも引退してるから、あいつら。ああ、そうそうそう。どうせ西澤でしょ。ああ、そっか。西澤秋は、岡野がすごく仲良かったから。あ、そうなんですか。仲良かったから。はい。あ、じゃあそれで北さんも、そう、岡野さん仲良かった。うん。なんか伝わってたんで。あ、そういうことですね。じゃあ鳥取の後はもう、やめようって言ってた。鳥取も、本当に、申し訳ない話というか、一応契約あったんですよ、ルールとしては。でも僕も、ちょっと、やめようと思って、うん、もうそれもちょっと感覚的な感じで、うん、ちょっとサッカーじゃなくて、まあ給料面もあったので、ビジネスの世界にチャレンジしようかなっていう。それでもいろいろこう、まあ、地域リーグ行ったり、はい、J2 行ったり、こう JFL 行ったりしている中で、はい、結婚もしようでしょ、はい、将来のことっていうのを考えるわけね、はい、そうですね。まあ、鳥取のところでやりながら考えたかもしれないけど、はい、次どういう道に進もうかっていうのは、はい、いつ頃考えたの。それはもう、辞める年の時に、その最初のスタートからちょっと頭の中で読みっていて、ここでラストだなっていうので、はい、やりきろうっていう。鳥取はこの地でもうやめようかなと、はい、辞めた後は何個やろうっていう。そうですね。何やろう。いや、もう何やろうっていうのは全く考えてなくて、ただサッカー以外のことにしようっていうのは決めてたんですよ。その指導者とかじゃなくて、サッカーから離れる、はい、一回離れたもので、これも本当に漠然とした自信なんですけど、サッカー選手になれたんだから、ビジネス界でも、うん、なんかいきなり社長とかなれんじゃないかっていう本当に甘い考えだった。本当苦労したね。いやそれでも奥さんいるでしょ。はい、いる。だから奥さんにも相当反対されました。契約あるのになんで何やってんの、サッカーしたくてやってきたんでしょっていう。そうだよね、はい、いい奥さんなんで、そうに止めてくる。私も山形から出てきたんだから。そう、出てきて。山形より田舎の鳥取に来たんだから。で、ちょっと気づいてたのは、サッカーしてる雄太郎が好きみたいに言われたのがちょっと気づきました。あ、そういうサッカーだったの。いや、それはでもそうでしょ。そうなんですか。いや、あ、そうか、まだ子供はいないですね。いなかったです、そうです、いなかったです。いや、でもほら、その時に出会って、山形時代に出会ってたからさ、はい、山形行きゃ、だって地元でも騒がれたでしょ、地方。そんなことないですけど、まあ J2 の時なんで。いや、でもほら、マリノスから行きゃさ、はい、だって俺だって仙台行ったら、仙台みんな地方局で流れるわけじゃん、はい。地方クラブの一番ダメなところなんだけどさ、はい、持ち上げてくれちゃうじゃん。そうですね。夕方ニュースでもなんでも。はい。山形でも多分そうじゃない。そうですね。で、街歩きゃ声かけられるしさ。はい、ここでまあ出会って結婚して、はい、サッカーやってるのを応援に行く、はい、
そうです、ね、奥さん楽しかったんじゃないの。いや全く興味ない中で僕があの見に来てくれ見に来てくれっていうので、うん、まあそうですね、楽しかった。でやめちゃった。はい、行ってる時にはなんか相当反対されました。まあ、最後は投資してくれましたけど、まあ、年齢的にもねまだできるでしょっていうのもあるしね。はい、そうです。でそっから普通に就活ですよ。何の子でもなく、何の子でもなかったです。そこなんかさ、言っても現役でずっとこうやってきていろんなところにいろんな人と出会ったら、はい、なんかビジネスパートナーになりそうだなっていうビビビはなかったの。いや、それが多分水内さんとの差というか、全く僕都内にもまあ2年ぐらいしかいなかったので、うん、で都内じゃなくても地方でさ全然そういう交流してこなかったんですよ。あ、だから何にもない状態です。選手結構真面目にやってたの。でも、ま、真面目、ほんと中途半端な感じですね。もう外の交流もしないし。ああ、そっか、はい、そこだよね。はい、そこほんと大事だった。そこやっといたら多分、はい、もう山形も詳しい、ね、金沢、はい、ね、石川県も、そういろんなところに多分パイプができて、パイプがあって、本当そう思います。もうそういうのを邪険に扱ってたんです。俺はサッカー選手だからね。はい、昔の人だね。昔の人は実力ないのに、昔のなんか J リーガーみたいな感じにやっちゃって、全然ダメでした、本当に。はい、え、でもそれでじゃあどうしたの。それで、まあ、ある人材紹介の社長と出会って。どうやって出会ったの。選手経由で紹介してくれました。あの鳥取の選手から紹介してもらって、面談して、その人がすごいいい人で、名刺の渡し方から履歴書の書き方からやって、じゃあ阿部さんに会う会社を5個ぐらい紹介しますねっていうので、普通に面接から。鳥取で、東京ですけど。あ、そうです。なので広告代理店、うん、IT の会社、うん、ブライダルの会社、塾の先生とかいろいろあったんですけど、うん、それを全部受けた。塾の先生何するの。それは一瞬で、いや、普通に数学とか国語とか教える。それは一時面接で落ちました。落ちたとかで教えられるの。なんでそれを選んだのか分かんないですけど、それだけは一時面接で、あとは全部うまくいったんです。面接落としてるって感じじゃないですか。でもなんかちょっと IT の関係で、そんなちゃんとマスターすれば誰でもできるぐらいの志高ければ大丈夫ですよっていう感じだったんで。その志はなかったんでしょ。いや、志はあったんですけど、さすがにやっぱいろんなことをやる、まあ、何でもやりたい、何でもよかったんです。サッカー以外のことをやってみようと思って。あと、すみません、水田さん、センスってファッション雑誌、好きで、そこの編集、サッカー辞めた後にそこに乗り込んでます。一回そこで働かせてくださいって。ああ、はい、断った。あ、そうですね。失礼だよねって言って、あの普通に転職活動。失礼だよねって言われた。最初言われました、アポもなしでって。僕分かんなかったんですよ。でもすごいいい人でした。でもちゃんとその心意気は認めるけど、ちゃんと次中途採用の試験あるから受けに来てくださいって。頑張りました。それも一応受けながら、同時進行で全部いろいろやりながら、じゃあ一気に社外勉強したんだ。はい、一気にやりました。そので、嫁には給料を絶対ケツ開けれないっていう、貯金もなかったんで、1ヶ月でも給料なかったら生活できないんで。奥さんは仕事はしてなかった。はい、そうだね、まあちこち行ってたもんね。そうです。あ、でも鳥取でもコンビニのバイトとかやってくれたり、そういうのはしてました。まあまあ4年いたからね。はい、万丈ですけど。そうだね。はい、あの阿部裕太郎が。いや、全然そんなんじゃないですよ。まあ、じゃあ阿部裕太郎が、まあ、高校から鳴り物入りで入り、まあ、いろんなね、すごい先輩方もいるんだけど、なんか衝撃を受けた先輩とか、なんかほら、桐蔭学園とか強化指定に入ったけどさ、はい、全然できるよみたいな。はい、でもあるかもしれないけど、はい、やっぱ本質違うなみたいな。はい、そうですね。でもポジション違うんですけど、まずやっぱ松田直樹さん。おー、ディフェンダーで、はい、対戦して。松田直樹選手はもうまずかっこいいなっていうのを思いましたし、あ、ディフェンスでこんなうまいんだっていう。でも紅白戦とかもやったりして、はい、ボンバーとは違うなっていう。ボンバー足元弱えなんて。いやいやいや、もう中田さんめちゃくちゃすごいですけど、努力の方じゃないですか。もう天性の松田さんは、はい、身体能力と感性とカリスマ性みたいなの備えてたんで、あ、かっこいいと思っちゃいました。そうだね、フォワードだとやっぱり
同じチームだと大切なディフェンダーだからね。そうですね、まあ、フォワード同士だと、まあ、シュート練習とかそういうところではあるかもしれないけど、そうですね、なるほどね。で、あとでもフォワードはやっぱドラゴン、久保さん、まあ、すごかったです、もう桁違いです、すごい、おかしいんでしょ。いや、もうなんか身体能力が結局サッカー身体だなって思っちゃう。そうだね、はい、特にフォワードはね、はい、あもうこれ、いや無理じゃんっていうちょっと思っちゃいました。シュートの精度は変わっていませんよ。あーレシートだろう。